皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は原子力ロケット解説の最終回となります。やっと最終回かよ、長かったぜ。なんかそんな言い方されると最終回前編とかやりたくなってくるね。今のは嘘だって。いやーもうちょっと聞きたかったのに残念だなー。マリサがそんなに聞きたいならもうちょっと続けようか。どっちを選んでも行き着くところは同じかよ。でも安心して、本当に最終回だから。じゃあ本当に最終回ってことで。期待には応えられないわ。もうよくわからなくなってきた。さて、前回ではソ連が1960年代から研究と実用をしてきた BES-5 という宇宙用原子力発電システムを解説してきたけど、今回からはその後継機とも言えるトパーズについて解説するわ。東芝の熱電錐の名前もそうだったな。ギガトパーズね。あの時霊夢が東芝の中にソ連スキーがいるとか言うから、コメントに東の芝は赤いとか書かれてたぜ。もう余計なこと言うなよな。東芝も迷惑だろ。他のコメントにはダイハツにもトパーズがあるって書いてたわ。そうなのか。調べてみたらダイハツの新開発高性能エンジンシリーズにトパーズがあったわ。全くの無関係だろ。いや、これは由来がトップフロム A to Z で、全ての面でトップレベルを目指したエンジンとあるから、アメリカに対して全ての面で大勝利を収めるという東側諸国の方針と似ているのと、ダイハツのロゴや文字も赤いから。東芝とダイハツは実はソ連の会社ということね。気が済んだか。割とね。じゃあさっさと本題に入れよ。はいはい。ソ連は宇宙用原子力発電とロケット用の原子力推進エンジンを研究していたロスアラモス研究所を1958年に訪れて、そこで宇宙用の原子力の原理を知り、翌年からソ連国内で研究を始めるわ。そうして生まれたのが BES-5 であり、後継機のトパーズなんだけど、トパーズは軽量かつ高出力を目指して研究がされていて、BES-5 の原子炉の重量は 385kg、 発電出力最大が 5kW だったのに対し、トパーズの原子炉は重量 290kg、 発電最大出力は 8kW 以上、設計上は 40kW 以上の発電出力も可能だったわ。 40kW って何世帯分だよって感じだな。やっぱり一家に一台欲しいね。万が一が怖いぜ。ソ連の宇宙用原子力発電システムはアメリカのスナップ10と比べて大きな違いは燃料くらいで、ソ連は高濃縮ウランを、アメリカはプルトニウム238を使ってて、細かいところに違いはあれど大きな違いはほとんどないわ。それが最適解ってことなのかな。そんなトパーズは研究開始からずっと秘密のまま進められて、1971年に行われた最初の地上試験から回数を重ねるごとに少しずつ稼働時間が長くなり、最後の地上試験では 12kg の高濃縮ウランを使って1300時間の連続運転をした結果、3kW から5kW を安定して供給できるようになったわ。1300時間ってことは54日くらいか。もうそろそろ宇宙に打ち上げそうだな。トパーズが最初に搭載されたのは1987年2月に打ち上げられたコスモス1818号でね。レーダーで NATO 加盟国の艦船の動きや商船の監視をする海洋偵察衛星で、トパーズで発電した電力でレーダーやプラズマ 2SPT エンジンを稼働させるわ。プラズマ式 DDT ってなんだ。プラズマ 2SPT エンジンよ。これはホールスラスターというイオンエンジンの一種でね、ハヤブサシリーズなどに搭載されたマイクロ波放電式と比べて燃費効率が若干悪いけど、パワーを上げやすいという利点があって、その利点を生かして衛星のエンジンとして使うわ。ということはスラスターとかの代わりになるのか。ちょっとだけ詳しく言うと、宇宙ではガスの噴射量と噴射速度で推進力が決まって、燃費効率を上げるためにはガスの噴射量を抑えつつ噴射速度を上げる必要があるのね。固体燃料ロケットでは毎秒 2km 台だし、ケロシン系の RP-1 を使ったロケットでは毎秒 3km 台、液体水素を使ったロケットでは毎秒 4km 台って感じね。宇宙空間では水素の噴射速度が一番速いんだな。でも衛星の場合は水素を燃料としたエンジンを搭載できないわ。なんでだ。 RP-1 もそうなんだけど、噴射するためには車のスパークプラグのようなもので点火させないといけなくて、点火に失敗したり点火装置が壊れたり、点火のための電力が確保できなかったりするし、
特に水素は水素ゼイゼイという金属をもろくさせてしまう性質を持っているから、水素や RP1 という燃料を使わず、混ぜるだけで燃焼するヒドラジンと四酸化二窒素の組み合わせが使い続けられているわ。他にヒドラジンだけの一液式というのもあって、これはヒドラジンが触媒に触れると高温のガスとなって吹き出すわ。まあ一般的には一液式は姿勢制御用、二液式は推進エンジンとして使われるね。でもね、こういう化学燃料を使ったスラスターは瞬発力があってよく加速するんだけど、噴射速度が遅いから燃費効率がとても悪くて、例えば日本が2008年に打ち上げた超高速インターネット衛星絆は、打ち上げ時は 4850kg あったのに、静止軌道に乗った直後は 2700kg になってるわ。これは静止トランスファー軌道から静止軌道まで上がるのに、2トン以上の推進剤を使ったことになるわ。まあ打ち上げる側がそれでいいならいいんだけど、静止衛星の寿命は燃料の残量によるところが大きいから、もしガスの噴射速度を上げて燃費効率を上げることができれば寿命も伸ばせるし、燃費効率が上がれば燃料を多く搭載する必要がないから、衛星の開発政策コストも下がるし、打ち上げコストも下がるわ。そこで出てくるのが電気推進エンジン、つまりイオンエンジンでね。はやぶさシリーズに搭載されているイオンエンジンは燃費効率に全振りしたようなもので、パワーは少ないけど燃費はとてもいいわ。ホールスラスターははやぶさのようなイオンエンジンと化学スラスターの間を埋めるようなものでね。基本的にイオンエンジンってかけた電力が大きければ大きいほど大きな推力が得られるんだけど、はやぶさシリーズのイオンエンジンのような多孔グリッドを用いたものはそういうわけにはいかなくて、この多孔グリッドにかけられる面積あたりの電力上限値があるから、推力を上げるためにはエンジンの面積を大きくする必要があるんだけど、ホールスラスターはそういう制約がないから電力次第でいくらでも推力が得られるわ。今すでに実用化されてて、私が知る限りで最も推力が高いのはヨーロッパの PPS5000 で、5kW の電力で 325mN の推力を発生させるわ。はやぶさ2のイオンエンジン1機が 10mN だから、32機分を1機で賄うってことね。実験室レベルでは 100kW の電力で 5.4N の推力を実証しているから、電力次第ってのがよくわかると思うわ。まあ、こういうホールスラスターは世界中で研究が進んでて、アメリカもロシアもヨーロッパも、そして日本も研究してて、日本は2022年に H3 ロケットで打ち上げる技術試験衛星9号機に搭載される予定になっているわ。こういうホールスラスターを搭載すると推進加速から姿勢制御まで使えるものだから、化学スラスターを搭載しない衛星のことを全電化衛星とも言われるね。まあそのためには大きな発電をする太陽光パネルを搭載しないといけないし、電源系統にも負荷がかかるし、発生熱をうまく逃がす排熱装置も必要だから、結局重くなってくるわけだけど、そうは言っても静止軌道に到着すれば頻繁に使うものじゃなくなるし、発生させた大電力を活かして大容量通信なんかも実現できるからいいんだけどね。そういえばどこかで技術試験衛星9号機のホールスラスターは 35g のイチゴ一粒を持ち上げる力とかあって、 35g のイチゴってどのくらいの大きさなんだろうかと考えたことがあってね。結局いろんなイチゴを買う勇気もお金もなくてまだわかんないんだけどね。ふふふふ、ちょっといいか。何よ、まだ私が喋ってる途中でしょうが、今日はホールスラスターの解説なのか。なんか最後は気持ち悪い笑い方してたけど、何の話だっけ。ソ連の宇宙用原子力発電じゃなかったか。ああ、今思い出した。しっかりしろよな。コスモス1818号はプラズマ DDT エンジンを搭載して。違うだろ、プラズマ 2SPT だろ。ああ、そうだったね。大丈夫か、今日はもう終わるか。その期待には応えられないんだけど。ダメか。コスモス1818号は大電力が必要なプラズマ 2SPT エンジンのために、トパーズの改良版であるトパーズ2を搭載して打ち上がって、高度およそ800キロの軌道に乗ったわ。今までと違うのは投入軌道の高さでね。これまではレーダー効率を上げるために高度200キロ台に投入されて、寿命になれば原子炉を切り離して800キロ以上の高度まで上げていたんだけど、このコスモス1818号は最初から高度およそ800キロの軌道に乗ってるから、それだけレーダー性能が上がってるってことなのね。時代が進めばってやつか。このコスモス1818号はおよそ半年間の設計寿命でね、
ホールスラスターもトパーズ2も長期間使えるものじゃなかったからなんだけど、寿命を終えてもすぐに地球へ落ちてるものじゃないから、長い間その軌道に留まり続けるんだよね。そうなんだな。そして2008年、アメリカの宇宙監視ネットワークがコスモス1818号から30個ほどの物体が現れたことを観測したわ。え？観測では球状の物質に見えることから、原子炉を冷却するためのナトリウムカリウム合金という液体金属が漏れた可能性が高くて、これは一次冷却液だから放射線を放っているわ。またか。原因は不明だけど何かの物体が衝突したか、太陽光が繰り返し当たったことで冷却液の配管にひびが入った可能性があるわ。マジ勘弁してくれよな。というマリサの期待にソ連は応えなかったわ。言わんのバカ。寿命を終えたコスモス1818号の後継機であるコスモス1867号が1987年7月に打ち上げられて、ほぼ同じ高度およそ800キロの軌道に投入されたんだけど、2014年にアメリカの宇宙監視ネットワークが、コスモス1867号から35個の物体が現れたことを観測したわ。どうせ冷却液が漏れたんだろ？そうね、以下同文よ。本当に宇宙を汚すのはやめてくれないかな。トパーズ2が搭載されたのはこの2機だけでね。その後3や4の計画もあったけど、結局実用化されることなかったわ。何か問題でもあったのか？まあ長期間の運用がまだ難しくてしょっちゅう打ち上げないといけないから、予算上の問題などで1988年に計画がキャンセルになったわ。まあいろいろ漏らしたこともあったから当然か。そんなトパーズにも再び脚光を浴びる日がやってくるわ。ソ連の崩壊は関係ないか。戦略防衛構想よ。いやいや、それはアメリカのやつだろ。そうよ、そのアメリカが1991年にロシアからトパーズ2を2機購入したわ。マジで？なんでだ？アメリカのニューメキシコ州アルバカーキで開かれた科学シンポジウムに、ロシアがトパーズ2を出展してね、それにアメリカの関係者が関心を示して、ソ連崩壊で財政が真っ赤なロシアを支援する意味も含めて1300万ドルで購入する手配をしたわ。そういうこともあるもんだな。結局、そのトパーズ2も飛ぶことはなく、ロシアの原子力ロケットはもう復活しないかと思われたある日、ロシアで原子力巡航ミサイルの研究開発が進められていることが分かったわ。だろうなって感想しか出ないな。これは今までの原子力発電じゃなく原子力熱推進でね。過去にアメリカがやっていたローバー計画やナーバ計画と同じで、原子炉で液体水素を加熱膨張させて噴射するものなんだよね。このロシアのエンジンは RD0410 と呼ばれてて、ソ連時代の1960年代から1980年代初頭まで開発が続けられていたわ。ソ連もやってたんだな。アメリカのものと比べて推力が大きく劣るから瞬発力や加速力がないんだけど、その代わりガスの噴射速度がちょっとだけ速いから、その分燃費効率が良かったわ。一長一短ってことか。この研究は表向きは終わった計画だったけど、使用用途をロケットから巡航ミサイル用のエンジンになって研究開発が続けられたわ。やっぱり兵器に転用するか。ミサイル用の原子力熱推進エンジンとして開発されることになったきっかけはアメリカの戦略防衛構想でね。アメリカのミサイル防衛システムの下をくぐって飛行するものだったわ。ああ、なるほどな。しかし1991年にソ連が崩壊してからの真っ赤な財政赤字で計画は下火になり、誰もがもう終わりかなと思ったかどうか知らないけど、だから知らないなら言うなよ。2012年からのプーチン政権の時に研究開発が本格的に再開されて、プレベスニクと呼ばれる原子力巡航ミサイルが2017年から2018年の間に4発の試験発射が行われたわ。これってソ連時代からやってた RD0410 の技術が使われているのか？そういうことね。マジか。4回の試験のうち1回のみ成功して、あとは打ち上がらなかったり途中で失速したりして失敗したわ。恐ろしいことになりそう。失敗したミサイルはバレンツ海に落ちて、その海底から回収されたわ。お魚さんはびっくりしたろうな。でも思ったんだけど、原子力で飛ぶなら着弾先で核燃料がばらまかれるってことだろ。そりゃもう世紀末よ。マジで？というよりこれは核弾頭を搭載するミサイルだからね。着弾した場合の放射能汚染を考えてる場合じゃないわ。みんな吹っ飛んじまうか。
そして2019年8月、ロシアのアルハンゲスク州ニョノクサにある海軍の試験場で、原子力巡航ミサイルのブレベスニクが爆発して、国営原子力企業ロスアトムの職員5名が死亡して3名が負傷したわ。この爆発前にノータムっていうミサイルを試験発射に伴う危険性を航空会社に知らせる通知がされていないのと、ノルウェーにある超低周波音ステーションでも爆発の振動が検知されたことから、打ち上げた後の爆発ではなく地上での爆発である可能性が高かったわ。そりゃあ犠牲者も出るよな。犠牲となった5人の職員は専門の知識を持った化学防護隊が回収して病院へ搬送されたんだけど、病院は放射線被曝について何も通知されていなかったから、医師や看護師が着ていた服、手術で使った器具が汚染されて手術室も閉鎖、関わった全ての医療関係者に秘密保持契約を結ばせた後、汚染具合などの検査を受けたわ。なんかチェルノブイリの事故を見ているようだ。秘密保持契約のせいで医療スタッフの検査結果はわからないけど、少なくとも医師1人からセシウム137が検出されたから、爆発した原子力ミサイルの燃料が高濃縮ウランであることがほぼ確実となったわ。いやいや、その意思は大丈夫なのか。言ったでしょ、秘密保持契約だって。ロシアで秘密契約を破ったら、あとはわかるね。恐ろしやだな。爆発から40分間は一時期的に放射線レベルが1時間あたり2マイクロシーベルトまで上昇して、近隣住民の避難が始まったけど、それからは通常のレベルまで下がったから避難はキャンセルになったわ。近隣住民には迷惑な話だな。一方でこのミサイルについて色々と推測されてて、従来から開発が進んでいる原子力巡航ミサイルのブレベスニクであったり、長距離極超音速対艦巡航ミサイルのピクロンだったり、原子力潜水艦に搭載する新型の長距離海中ドローンだったり推測されているけど、実際のところはわからないわ。そういうのはさすがに功労しないか。他にもロシアの宇宙開発を担っているロスコスモスが原子力熱推進ロケットの研究を始めたという話もあるから、ロシア国内で色々と関係してるのかもね。なるほどな。というわけで原子力ロケットの解説はこれでおしまい。また何か動きがあれば解説していくわ。やっと終わりかよ、長かったな。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。